して。吉野さんは帰った帰った帰られてしまいました帰ったいや最後はこのメンバーに盛り上がろう半から来ます、ね、いいですかそうだったら当てにおねえ皆さん良い良い良い待ってましたもうこれストラップからしてかっこよくないかっこいいねえかっこいいもうこのビジュアルもう最高じゃないビジュアルいいやそれをね、もう言葉の先輩がもう言い上げてるって、うん、もうポットに読んだというポットに読んだポットのママポットのママに食われてもらうなぁ食われるやばいなぁ食われるあかんあかんなぁ私もっといいかな年上式ですよ、ね、あーイエーイジュンちゃんイエーイジュンちゃんと私で守ろうじゃあ本日のラストステージ明智正武さんよろしくお願いしますどうですかもうちょっとだけギターもらえますBound to be right
嬉しかった。
まあまあもうそこまで言われたらやったるわっていう感じでね。だいぶ下から行ったんですけどね。だいぶ下から行って、よしやちゃんがやったるわって言われて、ありがとうございますと、ね。で、ツーマンさせていただいてから、まあ、なんとかね、またご一緒して。まあ寂しいですよね、もうね、来月で終わって。一応なんか区切りがあるというところね。まあ実は僕は来週日曜日もまたご覧いただきますので、来週日曜日もご覧いただきますので、一緒に行きます。もう来週も入ってます。まあちょっとロックっぽい曲が2曲続きましたけど、次の曲はね、ちょっとまあ、わがままで聴いといてほしいんですけど、昨日は実は、私事ですが、アッシェイカーというロックバンドがあってね、アッシェイカーのライブを見に行ったんですよね。バナナホール見に行って、もうなんかこう鮮烈を受けて、今なんか体の中はアッシェイカーになってるんですけど、なのでちょっとアッシェイカーの曲一曲もね、ご存じでない方もいらっしゃると思うんですけどね、まあ、こんな曲なんだよっていう代表曲の、モアという曲、モアモアまあまあアコースティックだね、アコースティックバージョン。
丸ノア。まあね、浜田マリはノアやね。浜田マリ。ノア。ノアね。あの時代、あの時代ね。ああノアね。あの時代ね。ノア。いや知らんやん。知らん。わかるよ。嘘。わかるな。誰だもん。絶対知らん。絶対知らん。まあこんな感じで、まあ、僕はロックっぽい言葉が好きで、こんな感じでやっているんですよね。で、まあ、たまにあのビートルズも大好きでね、ビートルズのカバーをしたりとかしてるんですけど、ビートルズよりも好きなのが、五大吾なんですよね。五大吾大好きなんです。あ、天皇陛下。ちょうどあの僕らがね、小学校ぐらいの時、五大吾はすごく流行ってるね。あの僕、小学校、6年やったかな、修学旅行行った時に、あのなんかクラスでね、出し物するじゃないですか、なんかね、キャンプ会やったり、そこで、ビューティフルネームを合唱したのがね、すごく今でも覚えててね、五大吾大好きなんですね。ちょっと五大吾の曲を聴いてください。ご大吾の曲もう一曲。うわ、何やろ。
この反応はないで。すごい。いいですか、なんかね、こう一体となってね。一体となって。エグザイルのライブこれすぎ。エグザイル。めっちゃ乗ってましたね。もう飛んでました。世代ですよね。世代ですよね。何を喋ろうかな。何でも OK。僕は東大阪から来てるんですけどね。東の方、生駒の山の手前ぐらいですね。ああ、花園ラグビー場がある。それで行ったところ。花園ラグビー場。よいたね。すぐ近く。よいたね。山越える手前ね。山を越える手前ですね。はい。そっから、まあ、ここは電車で大体1時間半ぐらい。そうやね。1時間半乗りっぱなし？乗りっぱなし。まあ、ああ、ほとんど乗りっぱなしかな。でもまあ、乗り換えは尼崎で乗り換え1回するだけなんで、ね、でもポッタやったらもっと遠いね、ポッタ新幹線で西橋に止まる。新幹線で来て西橋止まる。新幹線代出すから。大丈夫です。何度でもなりましたよ。まあ、僕本来はというか、まあ、今日ももちろん本来なんですけどね、昭和歌謡が大好きで、最高。昭和歌謡で合わせてもらって、なんかちゃうな、ね、何本からやったかよく分かってないんですけど、最後にこの曲を、最後に最後パッといきましょうか。パッといきましょうか。胸を押さえて久しぶりだと
ございます。本当になんかライブ感があってね、なんか会場が一体になるって素晴らしいじゃないですか。演者が素晴らしい。これもあのロッコさんのおかげですよ。すいませんもう。いえいえ。すいません。8ぐらいじゃん。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ最後に一曲を。まあもう12月なんでね。そろそろ、クリスマスがやってくるかなってことですね。クリスマスね。ロッコさんに、ロッコさんにクリスマスソングをお届けしたいと思います。おー、クリスマスソング。恥ずかしい。
厳しいでよ。厳しいんです。そのじゅんちゃんがめっちゃ盛り上がり。もうこれはもうやばい。みょうちんさんやばい。ほんまやばい。もうずるい。ずるいとしか言えない。もうほんま。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃすごいとかかっこいいとか思わないんですけど、この方は久しぶりにあヒットした。ヒットした。ビビったきた。自分の次に。イベントをやるそうで、そこにみょうちんさんをゲストに、カキの、ね、記念で呼ぼうかな。あ、ね、いいと思います。同級生の近所のね、近所の僕の同級生もね、みょうちんさん、だからね、ちょっともったいないぐらいの感じですけど、あの、言葉さんがね、ギャラ弾むから、ね、私はあの見に行きますね。ありがとうございます。本当にそして3番手知りませんけど、ほんまにも踊れる、もうムキムキの方なんですよ。ムキムキね。で、昔加山雄三から返事が来たというね。モテますけどね、まだね、お手紙、ファンレターを出したらお手紙が返事来たという加山雄三から、ね、ゆうちゃん、すごい、ほんまに私も見せていただいたけどね、本人に、国際ホールに見せたらね、保管してくれて戻ってきた。そう風潮が変わって、ね、加山雄三からね、4年ぐらい前ですよ。そんなコロナの前、見に行って。あ、そう、いや、よかったですね。ありがとう、本当、橋本、ミスター橋本、ありがとう。そして4番目、さくらもろさん、よかったですね。ワンダさんがもうずっと動画撮ってたんですよ。何ですか？わざわざそっからここへ来てると。そうなんか誰か言ってたけど、足まで撮ってるね。足もさ、これは全部ちょっと足まで撮ってる。ちょっと気に入った靴履いた。やっぱりね。もうさくらもろさん、ありがとうございました。鳥の方、ほんま腹立つぐらいにかっこいい、かっこいい。で、みょうちんまさまさん、ありがとうございました。ありがとう。もうこれで、まだ、でも来週、また来週、日曜日ご一緒させていただく。また来てまうから、どうしようかな。私、来週はルーパー持ってくるから頑張って。あ、ルーパーで、対決します。ありがとうございます。対決します。戦うよ、ルーパー。対決ってなんかキスです。対決、何時かな。いや、来られへんって。いや、俺、昼から6時か6時半か、それぐらい間に合うかな。もう間に合ったら来て。これます。もう間に合ったら来て。あの、誰やったっけ、あの、ウクレレのおっさんやろ。そうそう、ウクレレの先生、岡本先生、岡本先生、もう適当で、まず来て。2時間見てたの。来て。もう来てまうと思う。もう3回ぐらいで来てまうから。もう私もうないから。また岡本先生まだあるから、新年会まで来てあるから。ほら、私ないから。めっちゃ説得した。なんでまた川口先生
先生おんや、うん、ありがとうございます。23日は取ったっちゅう。そう、23日もあるからね。23日あるけど、23日もあるから来て。ほんま来て、来て、来てよ、来てよ。私でもね、またあのカール先生の歌も聴きたいんですよ。あれでびっくりしてたね。え、もうカール先生の歌も大好きで。カールさんもいいよね。ね、カール先生の歌もめっちゃいいですよ。カールさんすごい活躍されてる。素敵な歌。もう本当にね、ほんで、あの、いつもね、なんかモンキーかゴリラかね、改造の、改造したモンキーかゴリラかめっちゃ持ってて。よろしく、誰に乗っかしてもらって。いや、私もあのハーレー乗ってたんですけど、もうめっちゃかっこいいから、あのカリスマ美容師。いやいや、ありがとうございます。もう明日から焦らん。いや、本当に今日はありがとうございました。ラストステージ、ありがとうございました。今日はこの後、写真撮影させていただきます。演者の皆さん残ってくださいね。写真撮影、写真撮影しますね。カールさん、こっち入って、お願いします。はい、お願いします。まだいっぱい話したことはあんねん。誰が最近見えへんの。いやいや、突撃となるとはこんなにな。もう、ここでまた下手しないで飲むね。あれは、俺がなったらしにくいです。どうするかもしれない。もう、休んだ、もう、飲みからしよう。飲みからしよう。何食べてきた？